線分 AB は線分 CD に垂直である。これは、それらのなす二つの角が各々の直角であることによる。線分 AB は点 A から線分 CD に引いた垂線と呼ばれ、点 B は点 A から線分 CD へ引いた垂線の足あるいは単に点 A の線分 CD 以上の足と呼ぶ垂直であること、すなわち垂直性は、ある一方の直線を適当に平行移動させたとき、 直角に交わる二つの直線の間の関係性を言う。つまり、その二直線が交わっても、ねじれでも垂直の場合がある。ただし、中学校までは交わる場合のみを扱うことが多い。この性質は還元する他の幾何学的対象に対しても拡張される。垂線に関連して、垂線の足という術語がしばしば用いられる。 考える図形の向きはいかようにも変えることができるから、足といえどもそれが必ずしも図形の下方にあるわけではない。垂直性はより一般の数学概念である直行性の特別の場合と考えられる。すなわち、垂直性とは古典的な幾何学的対象に関する直行性を言うものである。ゆえに、より進んだ数学において、 より複雑な幾何学的直行性に対して垂直あるいは垂線のような語を用いることもある。二つの直線が互いに垂直であるとは、それら二つの直線のある一方を適当に平行移動させたとき、直角を成すときに言う。このとき、前者の直線が後者に対して垂直ならば、後者の直線も前者に対して垂直となるという意味において、 垂直性は対照的であり、そういった理由からこれらに直線は垂直であるという風にも言うことができる。点 P を通る直線 AB の垂線の作図点 P を通り直線 AB に垂直な直線の定規とコンパスを用いた作図は以下のようにする。この PQ が AB に垂直であることを見るには、クパと QPB に対して三辺相当の条件が成り立つことにより、 オーパとアップ部が等しいことを知ればよい。そうすればオーパとアップ部に対して2辺、強角相当の条件が成り立つから、ポアとポー部が等しい。点 P を通る直線 G に対する推線の作図。点 A は単点でなくとも良いし、M は自由に選んで良い。点 P を通る直線 G に対する推線を得るために、タレスの定理を利用することができる。直角の作図法の基礎として、 ピョタゴラスの定理を用いることができる。例えば、長さの比が3、4、5となるような棒を節でつないだ鎖を使って三角形を作れば、一番長い辺の対角が直角になる。ありがとうございます。